よいや。続きやん、続きやん。ああ、はたは、はたは。ふふ、ツンダモンくんはつむぎちゃんが大好きね。大丈夫、きっとすぐに来てくれるわよ。こんにちは、また遊びに来ちゃいました。ケウエア、はた、続きやん、続きやん。いつもありがとね、つむぎちゃん。いえ、いいんです。アーシも楽しんでいますから。スーギアン、スーギアン。タイユイ、タイユイ。つむぎちゃんが大好きだって言っているわ。ありがとう、ズンダモンくん。アーシもズンダモンくんが大好きだよ。今日もいっぱい遊ぼうね。ところでメタン先生、すみません。ちょっと今後の話なんですが。実はこれから、あんまり来れなくなると思うんです。あら、そうなの？ええ。実はアーシ、ずっと好きだった人がいて、最近付き合い始めたんですけど、その人が、ちょっと嫌がってるんですよね。アーシがこういうところで、ボランティアをしていること、中学生くらいの男の子もいる、抱きつかれたりすることもあるって言ったら、随分と嫉妬しちゃって。そう、そうなのね。ただ、アーシも初めての彼氏で、彼を大切にしたいし、彼が好きだし、一緒にいる時間を増やしたいし、セックスする回数も増やしたいし、子供たちと会えなくなるのは寂しいんですけど、やっぱり彼との若さに身を任せた毛玉のセックスを優先したいんです。そう、わかったわ。今まで一生懸命やってくれて本当にありがとね。うちはいつでも大歓迎だから、また来られるようになったら顔を見せに来てちょうだいね。わかりました。こちらこそ本当にお世話になりました。スーギアン、タイユイ。スーギアン、タイユイ。うふふ、ズンダモンくん。アーシもズンダモンくんが大好きだよ。今日もいっぱい遊ぼうね。あおあお、